こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの内山圭です。本日は夏休みの宿題を秒速で終わらせる方法という話をしていきます。はい、夏休みの課題、なかなかですね終わらなくて悩んでる子結構多いと思います。でもですね、今日お話しするポイントを押さえて進めていったらですね、実は本当にね、瞬速で終わってらせることって全然可能なんですね。なので今日はそのとっておきの技をお話ししたいと思います。もちろんですね、夏休みの勉強というのはしっかり行えばですね、その後2学期とかね、夏休み明けのテストとかですね、そういったところで高得点を取ることもできるわけです。なのでその辺のやり方とかもね、具体的にお話ししていきたいと思います。これから夏休みの課題に取り組むっていうね、場合、今日の動画、絶対に役に立つと思いますので、ぜひ、参考にしてみてください。はい、まず最初にですね、勉強場所を変えようっていうねお話からしていきたいと思います。実はですね、夏休みの課題がダラダラ進んでしまう子っていうのは、まあ、ある特徴があるんですね。これ何かというと、自宅でダラダラ勉強している子なんです。私自身現在ね、年間3000組ぐらいの親子の、まあ、勉強とかをこう、ね、日々、サポートしているんですね。で、うちの子なかなか勉強進まないんですよって方たちにね、いろいろこう調査をしていくと、まあ、高確率で例えば自宅のリビングとかでダラダラ勉強している子が多いわけです。で、これね、やっぱりなかなか進まないです。なんでかというと、夏休みっていうのはね、ただでさえやる気出ない時期なんです。暑いですよね。さらにいろんな誘惑ありますよね。なんか、まあ、今年はちょっとやるかどうか分かりませんが、お祭りとかね、いろいろあるわけです。そうするとどうしてもね、なんか気持ち的にやりたくないなって気持ちが出ちゃうわけです。だからとにかく自分がね、勉強せざるを得ない、そんな環境に身を置くってことが大事なんですね。具体的には、まあ、塾の、自習室とか図書館の自習室とか、そういったところで勉強するってことですね。まあ、もし、今年はね、その自習室がやってないって可能性もあるので、その場合はもう仕方がないので自宅でね、勉強しないといけないんですが、できればそういうところを使うっていうふうにしてください。で、どうしてもね、自宅でやらないといけない場合は、もうとにかく部屋をきれいにする。で、机の上に誘惑があるものは置かない。本当にね、もう何もない状態ぐらいで、勉強するっていうことを意識してください。そういう感じでね、少し勉強環境を変えるだけで意外と集中力って上がりますので、まずはここから取り組んでいきましょう。はい、次に、わからない問題はどんどん飛ばそうっていうね話をしていきます。はい、実はね、この宿題を素早く終わらせる上で一番大事なところはこの部分です。つまり、わからない問題をいかに飛ばしていくかです。本当にね、僕がもともと教員だったのでね、子供たちの勉強してる姿をね、こう日々見ていたんですが、勉強スピードが遅い子ってね、一問でずっと悩んでるんですよね。なんでこれわかんないんだろうって。もうね、夏休みの宿題とかそういったものを早く終わらそうと思ったら、もう極端な話ね、もう3秒考えてわかんなかったら飛ばす。これぐらいの感覚で進めていった方がいいと思います。で、仮にね、じゃあ100問中3個しかわかんなかったとします。で、97個はわかんなかった。別にそれでもいいんですよ。一応解いてますよね。97個分かんなくて答え移したってなったら、別にこれ答えを完全に移してるんじゃなくて、分かんなかったから移したってことになりますよね。これ最初から移してるわけじゃないんですよ。なので、もう分かんないところはどんどん飛ばしていって、答えを移していく。そういった形にしていきましょう。で、学校によってはね、答えを配布してくれないっていうね、学校もあると思います。別にその場合もね、問題ありません。仮に3個しかできてなかったらね、先生にそのまま、先生考えたんですけど3個しかできませんでしたって別に提出したって嘘じゃないわけなんでね、そういった感じで進めていきましょう。まあ、あとね、ちょっと点数上げたいっていう場合とか、そういった場合はね、3個しか分からなかったら、ちょっとね、友達から、答えを教えてもらって書いていくっていう方法でもいいと思います。まあ、でもですね、先生側からすると、もう友達から写してもらって全部答えが書いてあることを、本当に頑張ったけど3個しか分からなかった子ってね、これパッと見たらね、まあ、そんな点数変わんないんですよね。だってそうですよね。普段のなかなかできない子が全部答え写してあったらね、あ、この子友達に写させてもらったんだなってことがバレバレですよね。そしたら別にその子の点数を上げるかって言ったら別に上げないわけですよ。だからもう分かんないところは無理にね、調べて答えを書くとかじゃなくて、別に分かんないなら分かんないなりに、提出しちゃってもいいと思います。答えが配布されてる場合は写しちゃえばいいと思います。なのでね、今言ったポイントをちょっと抑えながら、ぜひ夏休みの宿題、とにかく飛ばしながらやってみてください。はい、次に、親子で一緒に勉強しようという話をしていきます。はい、夏休みのワーク、課題については今言ったね、
自習室でやるってことと分かんないところを飛ばすっていうところだけでかなりね早く進められると思います。ただ問題はポスター、読書感想文、なんか標語とかね、あとはなんか工作とかね、そういった系の課題ですよね。これ意外と時間かかるんですよね。でこれどうしたら早く終わるかっていうと、もう結論お父さんお母さんに協力してもらうっていうのが答えになります。実際にですね、例えばポスターとか自分一人で書こうと思ったらね、もういろいろどうやったらいいんだろう、ああやったらいいんだろうって考えて悩みますよね。だから本当これだけで1日使っちゃうんです。でもポスターってあるポイントを押さえて書いていったら本当に誰でも1時間とかで終わるんですよね。ちなみに僕自身過去にポスターの書き方の動画もね上げてます。ポスター書き方道山系で調べてみてください。もう1時間でね最速で終わるやり方載せていますので、まあ、これ読書感想文も載せてますのでね、なのでその辺をちょっと調べながらその動画に沿って親子で取り組んでみてください。もうそれだけで本当にね早く進められると思います。ちなみに全部ねお父さんお母さんにねポスター書いてもらうっていうのはさすがにこれはね良くないです。ただ例えば下書きの部分とかねちょっといろいろね手伝ってもらうとか、もうその程度で別にね大きく減点されることとかもないと思うので、ぜひ親子で一緒に取り組んで早く終わらせる、これもね一つ、夏休みの宿題を終わらせるコツになります。はい、次に成績を上げたいなら宿題に力を入れようという話をしていきます。これまではですねとにかく最速で終わらせる方法についてお話ししてきました。で最後はちょっとね趣旨を変えて、じゃ夏休みの課題ってどれぐらい内申点とか実力テストに関係してくるのかっていうお話ちょっとしておきたいと思います。実はですね夏休みの宿題というのはその後2学期の成績にものすごく影響します。例えばポスターも美術の点数のですね本当に、3分の1ぐらいを占めると言っても過言ではないぐらい、影響大きいんですね。あとは例えば工作、これも技術家庭科の点数に大きく入ってきます。あと読書感想文、まあ、これもね3分の1とまではいきませんが国語の2学期の成績の大体 10% とか 20% とかそれぐらいに関わってくるんですね。なので2学期の成績を上げたいという場合は夏休みの宿題はしっかり取り組んだ方がいいです。あと課題ですね、課題も大体夏休みの宿題から本当に3割から5割ぐらい実力テストに出すっていう学校が多いんですね。だからできれば答えは移さずにですね、解き終わった後に何回も何回もこう繰り返しておいて夏休みの宿題を完全に頭に叩き込む、それぐらいでやっていった方が2学期の成績っていうのは上がっていきます。なので、まあ、今回はね、時間がない子向けにとにかくね早く終わらせる方法も解説しましたが、できれば余裕を持って進めて、そして2学期の成績をね大きく上げていただけるといいかと思います。まあ、今回はね動画でいろいろね大事なポイントをお話ししてきました。もうちょっとね細かいね、テクニックとかもいろいろあります。その辺についてはね私のホームページの方に詳しくまとめておりますので、よかったら詳細欄からホームページもねチェックしていただけると嬉しく思います。